はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしいね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病がなってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信をきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、今ね、マスクの着用が当たり前になったこのコロナ禍でですね、唾液力が 50% 以上もね、悪化している一方ですね、唾液の量とね、質が高ければウイルスや細菌などの感染症対策になるんだよというね、歯医者の先生らをターゲットにした調査でね、明らかになりました。マスクをしている生活を送っているですね、唾液が少なくなってしまうんですよ。いや、しかしですね、唾液力って僕さっきから言ってますけどね、よくぞ名付けてくれたもんですよね。僕はね、マスクもそうですけども、病気と薬の関係でね、その唾液力が低下してますので、余計にその唾液力がね、低下しております。それと比べてはいけませんけどもね、一般的にもね、そのマスクのために唾液力が低下してきていると言われ出したということはですね、相当皆さんの唾液力がね、下がってるんだと思います。なんか言うねん、唾液力ってね。でそんなね、こんなマスク時代にですね、唾液力を上げるにはね、どうすればいいのだろうかとね、考えなければいけません。でこの調査はですね、リサーチ会社がね、そのマスク時代における唾液力っていうのをね、その全国の、歯医者さん1165人を対象に実施したものでしてね、診察の中でね、先生が感じる患者さんのね、口腔環境や唾液や量の質についての項目ではですね、8割以上の先生が口腔環境が悪化している、で9割以上の先生が患者さんの唾液の質と量が下がっているとね、答えていたようなんです。またね、そのコロナ禍前と比べてね、口腔環境や唾液の質と量がね、低下していた患者さんは何パーセントぐらい増えていると思いますかという質問に対してですね、半数近くのね、先生がね、50% から 70% でね、回答しているんです。でそんな唾液の量と質がね、低下する要因についてはですね、ストレス、会話の量の低下、運動不足っていうね、このトップ3がね、占めているようで、このようなことからもね、ほとんどの歯医者さんがね、唾液の質と量が高ければ感染対策になるとね、言ってますし、このストレス、会話の量の低下、運動不足というのはね、肉体的、精神的なね、その機能の低下にもね、つながりますし、それにですね、コロナ禍のね、この長期にわたる自粛生活でね、もう腹の底からアハハハって笑顔でね、笑いたいと叫びたいという欲求がね、もう抑制されているのはね、すごい大きなストレスですし、で特に子供やね、その若者にとってはですね、これ以上のストレスはね、ありませんよね。でそれだけでね、その交感神経がね、優位になってね、口の中がね、ネバネバになってしまうんですよ。でこんな状態になってしまってはね、気持ち悪くてね、余計にストレスですよね。ほんでマスクで喋られへんですし、自粛で外にも出られへんですし、ね、もうすごいストレスですよ、これは。せめてね、その唾液の分泌さえね、スムーズになってくれたらね、こんな気持ちにはならへんのですけどもね。唾液というのはですね、全身の状態のね、バロメーターとも呼ばれているほどですからね、やっぱり唾液はね、大切なんですよ。こう普段からね、マスクを着用していなければね、ならない環境もですね、こう緊張の状態っていうのをね、作ってしまうと言いますしね、こう人と会ったとしてもですね、症状がね、見えない中でですね、この社会生活をね、こうしていかなあかんというのもですね、もうすごいストレスが高まります。で先ほども言いましたけどもね、その唾液が全身の状態のね、バロメーターでして、で結局その唾液の分泌量が少なくなると免疫力の低下にもつながってしまうことということなんです。ほんで先ほどの調査でもね、その9割以上の先生が、唾液力が高いと感染対策になりますよとね、考えています。でその理由としましてはですね、唾液には菌を殺す効果がありますと、でウイルスの侵入を阻止する働きがありますと、で口腔内が常に占領される状況になるなどね、意見がね、たくさんあります。でそもそもね、唾液というのはですね、悪いものをそのまま通さないでね、攻撃してくれて、バリアの役目をね、果たしています。唾液にはね、免疫グロブリンをはじめですね、ウイルスを撃退してくれる成分が含まれていますのでね、立派な免疫細胞の一つなんです。
そんな免疫細胞である、ね、唾液にはね、次のね、7つの機能がね、あります。口に入った食べ物を飲み込みやすくするその円滑作用でしょ。で、未物質を溶かしてね、味覚を促進してくれる溶解作用。口の中を清掃する洗浄作用。酵素の力でね、消化を助ける消化作用でしょ。で、虫歯の感染を防ぐ保護作用。で、細菌の繁殖を抑える緩衝作用。ほんで、病原微生物に抵抗する抗菌作用があります。すごいですよね。まあ僕はね、位置もね、危ないですけどね、それ以外の6個の機能がね、働いてないようなね、気がしてます。と、まあそんなね、素晴らしい能力を持っている唾液なんですけどもね、そんな唾液が少なかったらね、とんでもない危険な状態になるというお話がね、ちょっとあるんですよ。とあるね、救急治療室に運ばれていた患者さんはですね、救急搬送で点滴を受けている、その接触機能障害のね、状態でね、嚥下のリハビリは可能かどうかね、こう緊急医療の医師からね、こう聞かれているその時にですね、まあ意識がない状態でもですね、もし口の中がね、唾液で潤っていれば、あ、この患者さんは予後がいいですよとね、自信を持って言えるんだそうです。しかしね、まあこんな状態の中でね、逆に唾液が出ていなくてカラカラにね、乾燥していてね、もう粘膜がね、このオブラート状にね、こうペタッと張り付いた状態ではですね、死期が近いと言われているようでして、これは怖い話なんですけどね、もう9割以上がね、その確率で当たるみたいなんです。でつまりですね、唾液の状態で長生きできるかどうかがね、決まるというらしいんです。だからね、余計にこの唾液力をね、高めたいと思いますよね。ではね、唾液力を高めるにはどうすればよいのかと言いますとですね、まあまた同じ調査でね、その歯医者さんたちが投げたトップ3はですね、こまめな水分補給、ヨーグルトなどの発酵食品を食べる、唾液腺マッサージでした。つまりですね、脱水状態にならないように気をつけてね、唾液の分泌を促すヨーグルトなど発酵食品を食べるようにすればね、唾液力がね、アップするというわけなんですよ。まずね、発酵食品はね、腸を活発にしてね、代謝を促すというのがね、好循環につながることもね、考えられますよね。まだね、唾液の分泌はね、自律神経がね、大きく影響していてですね、一日の中でもね、いかにこう自分をこうさらけ出せるようなね、解放した時間とか、もうワクワクするようなね、このストレスフリーな時間をね、確保できるかがね、こうサラサラ唾液のね、分泌をね、活発にするね、大きなポイントなんです。そしてね、唾液の分泌をね、促進させる水分補給法っていうのがありましてですね、健康な人っていうのはね、口の中にはね、1日にね、1リットルから 1.5 リットルのね、程度のね、唾液がね、唾液腺からわっとこう分泌されています。唾液の成分というのはね、水、電解質、粘液、多くの酵素からね、なっていてですね、体の最初の関門であってですね、口の中で重要な役割を果たしています。ほんで、口の中の粘膜やね、歯の表面にはですね、もう通常はね、もう無害なね、常在菌がね、もう絨毯のようにね、この住み続いていてですね、外から入ってくる有害な、ね、菌がね、こう住み着かないようにして、体を僕たちの体を守ってくれてるんです。そしてね、唾液はですね、歯とか粘膜をね、こう保護するとともにですね、菌や外部からの侵入してきた菌をですね、洗い流してくれて、胃に送って殺菌しています。なのでね、唾液の質が下がってきたりとか、唾液の流れが悪くなるとですね、一気に口の中の細菌環境が悪化します。でその結果として不快な口臭とかね、味覚の異常がね、引き起こされたりとか、虫歯や歯周病がね、誘発されてしまうんです。唾液の免疫力やね、緩衝力を維持したりとか、常に唾液を出しておいてね、流れを良くしておくということはですね、虫歯や歯周病の予防だけではなくてですね、体の病気の予防としてもね、不可欠なことなんです。唾液にはね、ネバネバ唾液とサラサラ唾液があってですね、分泌はね、自分の意思とはね、関係なくね、自律神経によって自動的に調節されていてですね、この2種類の唾液のバランスによって健全なね、口の中の環境がね、維持されています。非常にね、こうリラックスしている時はですね、副交感神経が優位に働いていてですね、サラサラ唾液がね、分泌していて、会話やこの食事がね、こうスムーズにね、楽しみます。しかし心身ともにストレスをね、感じているとですね、まあ交感神経が優位に働いてね、こうサラサラ唾液の分泌をね、こう低下してしまうんですよ。でそれと同時にね、こう舌の動きも悪くなってね、不快感を覚えるようになってね、さらに同時にね、体の免疫力も低下していくんです。でそんな時にね、お茶をね、飲んでる人もね、多いんですけども、実はね、それはね、逆効果でして、ウーロン茶とかね、緑茶などのお茶にはですね、ポリフェノールによってね、口腔抑制効果と緊張をこう緩和するリラックス効果があって、まあ一時的には非常に良い効果を発揮するんですけども、しかし
いつも口の中がネバつくようなね、慢性的なね、乱性児唾液流量がね、不足している人にはですね、お茶を常に飲むことはね、おすすめできません。なぜならね、お茶にはね、カフェインやテオフィリンがね、含まれるためですね、利尿作用が高くてね、尿量がね、すごく増えてね、体の水分が排出されるためにですね、常に口の中が乾く状態になるからなんです。またね、お茶に含まれるポリフェノールっていうのはね、実はね、唾液の分泌をね、抑制する作用があるというんです。ポリフェノールはすごい体にいいんですけどね、飲みすぎたらそういうことになってしまうということなんですよね。だからその十分なね、唾液の量をね、確保するにはですね、それなりに水分補給は欠かせませんけども、やっぱりね、水分補給はね、水がね、ベストなようでしてね、おすすめのね、水の飲み方ね、またね、3つあるんですよ。唾液がすごい分泌させてくれるね、3つのポイントがね、水分の補給量はですね、最低限1日 1.2 リットル。1回の量は 200cc 程度。で、あとは飲むタイミングですね。で、時間を決めてね、定期的に水分を取るタイミングをね、作っていればいいんですけどね、それ難しく考えなくてもいいんでね、食事をして、まあ、1時間ぐらい経ったら 200cc ほど飲んでっていうのをね、考えればね、1日に 1.2 リットルくらいはね、すぐ飲めそうですよね。ちゃんとね、水分補給を行うとですね、唾液の分泌が増えるだけではなくてですね、自律神経がね、調節されてね、腸管活動がね、活発化してきてね、むくみが解消されるというね、効果もね、期待できますのでね、まあ適切にね、水を飲んで唾液力をね、上げていきましょう。そんな感じで、唾液力が上がれば免疫力が上がるというお話でございました。そんな感じで今日は以上です。今日も最後まで見ていただきましてありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。